みなさん、こんにちは。ミルキーです。ということで、本日はクロロやっていきたいと思います。で、現在ですね、ミルキーがなんと3993ということで、サイドトロフィーになって、あと1回勝てば、なんと4000に到達するということで、やっていきたいと思います。で、現在バトルデッキ使ってるのはこちらなんですけど、ボブリンの小屋、まあ通称ミルキーハウスがですね、今レベル9に上がりまして、ちょっとこちらのね、ペチペチ部隊に活躍してもらいたいと思います。ということで早速行ってみましょう。さあ、3989、同じぐらいの人ですね。まずは、溜まってからの小屋を行きます。あ、やばい、逆サイに行ってしまう。ちょっとミス、完全にミス、ちょっと進みましたな。おっと、これはきついですな。ちょっとジャイアントにこれ取られるときつい。どうしようかな。ちょっと見捨てて、うわー、あら、さあ、いやー、これちょっと、痛いですね。おっと、ジャイアント入るか。お、ジャイアントが入りました。いい感じ。さあ、いい感じですが、さあ、あと1分というとこ。来たー。よしよし、後ろからちょっとジャイアント、あら、私の、まずはカードで一旦取っておいて。やばいな、守る術が。ジャイアント、よし、でもちょっとまずいですな。あー、また弓矢でやられてしまう。もうこっち守ったもん勝ち。さあ、いけるか。5、4、3、2、1、イエーイ。ちょっと危なかった、めっちゃ危ないけど一応勝ったので、なんと現在勝ちまして、初4000修羅の道、イエーイ。ということで、初めてこちらの4000台にミルキーが突入しましたということで、今、いやー、よかったですね、やっと。ということで、現在こちらの修羅の道にやっと到達したので、ちょっとまずはですね、修羅の道に居続けるっていうのをまずは、ちょっと目標にして、4000キープというのを、まずは目標でやっていきたいと思います。で、あとは、こちらのガーゴイルがあともうちょっとで枚数が5000枚になって、初の、ミルキー初のレベル13のカードがもうすぐ手に入ろうとしているので、そちらもちょっと、じゃんじゃんカードを集めて、ガーゴイルを上げていきたいと思います。ということで以上、ミルキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、また。